い、毎週月曜日のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。前提条件ですけど、はい、東京都知事の小池百合子さんは、はい、当初、はい、情報公開が自分のね、都知事としての命というようなことをしてましたね。そうですね。でテレビカメラを入れ、そして会議の内容は逐一報告しというような、はいはい、ところがですね、この間の定例会見で、はい、金曜日が山の日で休みだったものですから木曜日だったようですけどね、例の、豊洲の市場移転問題ですね、はいはい、築地は残す、豊洲は生かすといった、あれですけど、市場移転問題をめぐって外部の顧問などから意見を聞き基本方針を発表と、それを受けて記者がね、記録がないんですが、記録がないことは情報公開の原則に反するんではないかと質問したら、小池さんはそれは AI だからです、例の人工知能、はいはい、人工知能とはつまり政策決定者である私が決めたということです。回想録に残すことはできると思うが最後の決定は文書として残していませんと回答したという、なんだか禅問答みたいになったんですけどね。いや言ってる意味がさっぱりわからないんですけどね。だからそもそもその高島さん言われた豊洲開発に関してですね、財源や運営費などを検討したその記録のことを指してるんですよ、はいはい、でこれで、ね、実は毎日新聞が情報公開請求で、東京都もそういった議事録を全部出してくれということを請求したら、記録が一切ありませんということになってしまって、で高島さんご指摘のですね、まあ言ってみれば都民ファーストの会あるいは小池知事が誕生するにあたって、情報公開で、これを最優先で進めると、そこが自民党のとの違いですということでおっしゃいましたよね、でそれに対する答えですからね、一体この人何言ってんだろうかと。じゃあ政府ね、財務省だのね、ああいうのと似てきたじゃないですか、みんな。そうなんですよね。文部科学省とか防衛省とか、ただ言ってる意味そのものがよく分からなくて、この AI って一体何なのかっていうんで、これはね、私流のね、ちょっと、解説なんですけども、小池さん、推理、おっしゃる通り推理なんですけどね、AI っていうのはですね、自己学習機能っていうのはついてるじゃないですか。どん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 、知能が、判断能力がですね、進歩していきますよね。はい、ですから、まあ、言ってみれば、まあ、そのことは念頭に置いていただいた上で A という問いをかけ入れて B という答えが出てくる、その間がこうブラックボックスになっていて、ブラックボックスというと語弊があるんで方程式というふうに判断という形で考えていただいていいと思うんですが、じゃあその過程についてはですね、自己学習能力でどん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 進歩してきたものだから、要するに、その過程を検証することができないというのはこれ AI の特徴なんですね。なんで A という問いで B という答えが出てきたのか、はあはあ、その途中の過程がですね、検証できないっていうのが AI の特徴なんですよ。なんとなくわかります。例えば、将棋の AI のね、はいはい、あれを作り上げた人が、自分もなんでこんな風にね、どういうわけで強くなったのかわからないのに、はい。そうなんです。おっしゃるとおり、おっしゃるとおり。うんうんうん。だそのことを言いたいのかなって。ちょっとあまりにも小池さんに寄りすぎですかね、これはね。配慮しすぎですかね。いや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 。とは言ってもね、また冒頭の話に戻るけども、その情報公開のね、精神からすると、それをちゃんときちんと、納税者、有権者に分かるように説明して情報公開するのが筋じゃないですかと。第一に小池さんらしくないですよ。そうですよ。だって東京大改革情報公開は一丁目一番地だって、そうですね、おっしゃる通りですね、でしかもこれ数千億円もの、都民の税金を使ってるわけですからね、それは検証できない AI ですって言われたらふざけんなって話ですよ。築地と豊洲についてはね、数々の批判もありますよ。そうですね、この間夏休みでいろいろね、お母さんとか子供さんとか豊洲市場見学会だとかいろいろあって、今度また土曜日もやりますなんていうのね、ニュースでやってましたけども、みんな見ると、地下空間しか見せられていなかったんでこんなに立派なもんだとは思いませんでした、言うんで、いや豊洲でいいじゃないですかってみんなが言うんですよね。それで、まあ、こう言っちゃちょっと皮肉っぽいですけども、築地の場外で火事があったりね、まあいろいろこう取り上げて比べると、豊洲でいいのよねみたいにだんだんなってきてるっていうところがあるんですよね。そうですか。
これどうしたらいいんでしょうか。うん、だからやっぱりそこはね、きちんとね、情報をね、検証して、調べ直して、やっぱり開示すべきだと僕は思いますよ。これはね、だってほら、地下空間がなぜできちゃったのか、うん、それが全く検証できないわけじゃないですか。うん、同じことの繰り返しになりますよ、これじゃ。いや、いずれにしてもね、外部の顧問とかね、どういう人が何を言って、こういう議論を経てね、この結論に至ったっていうのをね、やっぱり小池さんはね、公開するのが筋ですよ。ですね、そこに蓋したんじゃね、小池さんが小池さんでなくなるじゃないですか。ね、うん、なんかどっか腹の中で応援していたそういう気持ちがね、うん、何それっていうんでね、冷める人結構いると思いますよ。はい、うん、やっぱり権力握るとこうなっちゃうのみたいな、ね、そうなってほしくないですけどね。なってほしくないですね。